ミシン、エポルク帯でジャージなどの伸びる布地を縫います。ミシンの設定をします。伸縮性のあるニットを縫い合わせます。縫い始めに針を下ろし、糸端は押さえの後ろに出します。縫い進めます。布が伸びても切れにくいニットステッチです。留め縫いボタンを押します。糸切りボタンを押します。ミシンの設定をします。先ほど縫ったニットステッチの縫い目に押さえの左側を合わせます。糸端は押さえの後ろに出して縫い進めます。留め縫いボタンを押します。糸切りボタンを押します。ニットかがりが縫えました。ニットかがりが縫えたら、糸を切らないように注意しながら布をカットします。ニットの縫い合わせができました。布が伸びても糸が切れないので、ニットの帽子や洋服を縫うときに重宝します。